はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、新聖堂高校、サクチャレ用のちょっとお試しをやっていきたいと思います。で、デッキの方は前回のガチャでも、お知らせした通りこんな感じです。で、7位はまあフル覚醒とは言わないんだけども、まあ、一応19で、お借りしてます。7位がね、意外にいないんですよね。探すのがね、結構大変。あの、怒り守るはね、すぐ見つかるんだけど、7位を探すのがね、意外に辛くて、とりあえず今回はまあ19で妥協してます。ちなみに、練習効果アップが 3% 足りてませんというところです。あと、奥村に関しては、ちょっと PSR チケットはまだ使ってなくて、要は PSR のレベルをね、まあ、最低45にしたいんだけど、45にできるかがちょっと怪しくて、まあ、チケットはもちろん全部ぶっこんでっていう前提もあるんで、持ってけなきことはないと思うけど、ちょっと怖いなっていうのがあるんで、とりあえずはまだ SR のプラゴで使っていきます。で、今回の立ち回りはもう本当に経験点狙いでいくんで、もう金得とか査定っていうよりは本当に経験点を伸ばす感じですね。で、最初はまあ帯同はね、やっぱり2人ずつ引っ張っていきたいんで、コツもあるし、ユイ少年と野球マンの評価が上げられるんで、バックアップレベルをね、早めに上げるっていうのがめちゃくちゃ重要なんで、あと経験点がね、意外に余るんで、特能はね、結構直乗りしてっていいと思います。まあ、どのレベルが3になるか、特に3になるやつですね。で、ここも2人引っ張ってこれて、奥村美雪野球マン、いいね、調子はいい、練習だけど。で、この聖堂のピッチャー練習も別に金得なんでもいいんで、正直できる限りやっていくっていう感じ。さて、評価を上げつつ帯同2人、野球マンはもう OK、 エプレミちゃん、エプレミちゃんはね、総力バックアップレベルを上げたいんだよね。総類か、ここ評価的には2人上がるな。若干悩みどころだな。で、金徳は取らないんで、コーチからは、あの、魂を使ってね、まあ、それがね、だいぶ楽になる。どうしようかな、吉川さんちょっと引っ張ってきてみようかな、2人いるし、ちょっと吉川さん引っ張ってきて、ちょっと吉川さんの、あれを使う、バックアップレベル、じゃなくて、やる気アップ、じゃなくて、評価アップ。じゃあちょっと精神量、チームメイト評価プラス10いきましょう。これは使っちゃいましょう。これがどう響いてくるか。みゆきはまだ、奥村もまだ、奈良もまだ、意外にまだで、またちょっと魂を集めていくんで、まあ、ここでいいかな。もう本当に休むは使いたくないんで、精神練習でね、いいのがあったら精神練習でやっていきたいと思います。で、まだちょっと魂が足りてないんで、まあ2人ずつ引っ張ってきながら、例によって強化上げというところになります。で、あと監督か、監督そろそろ大丈夫かな。小粒でピリリって何がいいんだ。リベンジ13、監督ってもういけたよね。ちょっと待って、これで、キャラ一覧、監督8じゃん。監督引っ張っとけばよかった。若干失敗したな。これどっちが上がるの。まあ、ユイ少年もメンタルがあるからな、監督いねえし、そもそもここ1人しか引っ張ってこれないからな。でも2人の評価が上げられんのか。いくか、やっぱり上げときたい。これでどっち上がるかによってエプレミちゃんをどうするか決まる。技術ってことは、エプレミちゃんはやっぱり臨床でいきたいよね。
さて、そうそう、やっぱり監督を引っ張ってこよう。いればもう引っ張ってくる。一人しかいないけど、もうしょうがない。鉄骨、パワーヒタも掴んじゃおう。で、ここは一番下にいて、まあ一応ね、キャッチャー骨は掴んでおきましょう。で、監督にして、ちょっと監督が遅い。遅かったね。そんな気がする。で、あとは、東条を持っていきたいんだけど、東条っていくつだったっけ？東条、東条、どこだ？ 12 か、いけんな。引っ張ってくるか。どこにいたっけ？ここか。ちょっとバー使って、東条をまず引っ張ってこよう。で、これは体力をめっちゃ下げられた。で、メンタル回復量アップ。さて、どうでしょうか。あー、悪くない悪くない。ちょっとメンタルで回復させよう。一応見つつ、あー、バックアップレベルでも、エプネミちゃんはちょっと臨床でいきたいんで、ここだな。意外にやっぱね、評価上げるの大変なんだよね。態度を優先するとどうしてもね、イベキャラと練習する機会が減っちゃうん で、ここら辺はもう体力回復がいい。少し能力を見ていきますか。キャッチャーとかも、でも技術精神はどうだろうな。下がるやつは取っちゃおう。で、あ、総理来た。ちょっとバックアップレベルを上げよう。ここは2人いるし全然 OK。 で、吉川さんうまくいけばね、回復してくれるからね。ここはもう経験点万歳だから。しょっぱい失敗しやがった。野球のリズム。まあ別に成功しても失敗してもどっちでもいいけど。で、筋力、これは誰？みゆきか。あ、まあ、どちら？わかんないけど、あげとこう。一人しか、沢村しか引っ張ってこないけど。まあ、一緒。ここは7位か。4番。4番とかも結構筋力使うからね。だったら、ゆい少年で、ちょっと精神レベルを上げていきたい。奥村、これどっち上がるんだろう。7位はやったでしょ。うん、11% か。でも誰も引っ張ってこれないんだよな。ここは2人、どうする。やるか。100は意外にでかいからね、序盤で。で、ここもとにかく体力がないんで様子を見る。よろしく。めっちゃ回復するわ。紫外線対策って何がいい？よくわかんない。やる気上がった。え、待って待って待って、何が上がった？これ評価上がってやる気上がっただけなんだけど。ちょっとアーティスト取っていこう。で、あの能力上げるとね、あの1年生組がポイントくれるけど、それはね、後でいいと思います。全然間に合うんで、急いで能力を上げる必要はないと。まあそう思うね。経験点がね、手に入るからね。結局余裕はあるんですよ、いつも通りで。なるべくだからコツも、普段だったらちょっとレベルを上げてから取っていきたいんだけど、直撮りしていく。やっぱね、溢れるんで最後本当に。あ、来た。これはちょっとやろう。誰も帯同できる、1人2人いるわ。やろう。で、ゾノかシラス、どっちがいいかな。これで今オール2。おお、やる気が戻った。流し打ちの極意。
振り切り広角打法、広角打法取れる。78はきついよね。で23溜まってるんで筋力か敏捷、なんか今のところちょっと筋力の方がいいかな。でそこからいやこれ3種類かもはやどれが上がるかわからん。経験点的には絶対こっちだよね。2人、川上もいいのか。よしやろう。で3になったやつは結構あふれるんで技術チャンスメーカー、どれが金徳だか分かんねえんだよな。三幸和也福井部があるから2つとも145でかい。ここも2人持ってこれてでかい。135技術2人いるとでけえなやっぱり。じゃ あここはしらすくんを持ってきてもっていう感じだけど、ちょっとミートあげるか。ちょっと弾道は2にしておこう。やっぱ3にしておこう。技術は結構余る。ピッチャー練習も含めて技術はもらえるんで、でここでまた体力が回復できるんで、まあ、やっぱりね体力回復できるイベントっていうのもかなり重要だからね、ありがたい本当に。でそこから筋力は誰もいない。102人、まだ精度魂が足りてないからね。金回る倉持、筋力100だな。あー1人か。だったらこっちか。筋力が欲しいんだけど1人しか持ってこれないんでこっち。バックアップがめちゃくちゃ重要だからね。目指すものはこれが金徳か。そうすると三幸は結構イベント数が多いよね。135 1人、2人いる。 10% こういう時にメンタルでいいものが来てくれればよかったんだけど、216死にそうだな。別になんか使える、ゲー金回る、金回る使うか。ちょっとまだ基礎経験点アップが全然いけてないけど、チームプレイもあるね。筋力3人、また聖堂魂を貯めていこう。獲得許可もね勝手に上がっていくからね、まあ、それも楽っちゃ楽。てかあと1人誰、バックアップレベル上がってないの。まあいいか。ここは2人、226、226めっちゃでかいな。いやここだな。これでだいぶ筋力余裕ができたね。体力が減った、ちょっと微妙な体力量だ。いない、あそこ1人か。 10% とか216てかバックアップレベルあとほんと誰、なんか確認できたよね、忘れちゃった。まあいっか。どうする。これクリスマスで回復できるわけじゃないからね。経験点だけ考えるんだったらここ、かといってバーを使うのはまだもったいないからね。1回使っちゃってあるから、ちょっとここは次を目指して、ここでクリスマスケーキを食うんだかなんだか知んないけど、それやると体力は回復してくれるんで、まあ、それはねかなりいいんだけど、ここが誰持ってこれる。シラスだな。ちょっとシラスをそろそろやろう。でここも回復、とにかく回復です。練習はきっちりやる。で休むときはイベントで休む。これどうしよう。ここで回復してもよかったね。
まあ少しでも経験点をかき集めよう。で、臨床で1年生組は確か守備がないんで、守備が高いといいよみたいなのが。216か、ちょっとまたキャッチャー1でいい？結構使うね。広角打法取ろう。でチャンスメーカー、他かー、コブ。コブはでもね、ピッチャー練習で手に入るんだよね。基礎能力上げてきますか。ちょっとミートアッチャー P で、パワーどこまで上げられる？ C くらいまで上げて、いや D で、総力の肩、あ、精神が足りてねえな。そう考えるとここで足りないものが何か分かった。それは精神。臨床一致でしょ。2人引っ張ってきたいからこうだよね。精神は麻生だっけ。自分の野球そっとしておこう。で練習的にはかなりいいな。210敏将がすげえな。魂は6でしょ。意外に敏将ポイント余ってんな。で、はい、こう。で、沢村とみゆきのバックアップ経験って2倍は使っときたいよね。ここ一番の男は通常のイベントか。でマインドも自分で何とかしよう。民間試して選球眼、筋力上がらんな。2人100、うん、ここは全体的に取れるね。魂もそんなに溜まってるわけじゃないんで、ちょっとメンタルでお茶を濁そう。2回目は特に回復するとかないんで。どうだ、これ結構経験って入るんだよね。しかもあんまり7位使ってないけどさ、なんか失敗はしたことない。なんかスカーみたいなのがあったりするのかな。あ、メンタル登場。川上技術か、20になるからちょうどなんだよね。麻生、麻生が精神だよね確か。麻生が精神だよな。ちょっと精神欲しいんだよな。ここやりてえけどな。いや少なすぎる、経験点が少なすぎる。ちょっとこっちしよう。で川上の技術は多分間に合うんで、次麻生にぶっ込もう我が魂を。麻生に注げる。広角と広角打法とかここで掴めんのか。まあ別にいいんだけど、ちょっと半端ないことになってな。あれで優少年ってなんだっけ。ちなみに総力に応じて精神だよな。まあ、優勝ね、もうどっかでやっとくか、じゃあ。いや、ここ、めちゃくちゃ美味しい。結局、すぐ経験点に走り出すからな。90があんのか。え、どうする？ 200、いや、300クラスがあるからね。バックアップレベル3にすると。2月の1週か、まあ、まだまだだな。まだ大丈夫、チャンスは来る。そして餅つきバトル、これに勝つ。
負けた。これは体力が減るんだよな。リプレミちゃん回復してくれるからね、マジで助かる。ありがとうございます。216、ここは悪くない。てか永遠にやれたな。麻生が取れねえな。まあいいか。ポジションへのこだわり、こだわりなんてない。進行がこう一応ね。まあだって牛若はいらないから、さすがに。はい、でコーチから別に取るわけじゃないんで、東条一人、由衣少年、麻生。いや麻生がすげえ全然いいとこにいねえんだけど。いやここも一人でしょ。てか経験点あるところがちょっと微妙だな。そうするとここだよね、やっぱり。衣笠って何だっけ。あ、練習レベルか。回復しろ。とにかく回復してくれた、それでいいんだ。324。そう、この300クラスがあるんで、300クラスがあるんだけど、他がちょっとしょぼいよな。技術か。困った時の打球丸は、あ、もうキャッチャーも取って、満塁男も取って、守備職も取っちゃおう。で打球の B 打開、そう、バックアップ経験って2倍使おう。ここでまだあと沢村がいるんでね。648、すごい。やるか。これは誰が引っ張ってくれる。川上が引っ張ってくれるのか。川上やるか。ちょっと魂はそれなりになってきたんで、ちょっと待って、先にハルッチがいるから、ハルッチの経験点を生かせるんだったら、あ、バックアップレベルが上げられる。ただ筋力を上げてんだよな。敏捷とかめちゃくちゃ余りそう。いやでも上げられるときに上げておこう。やろう、俺は。やる前に技術経験点いただきます。ロック、筋力、溢れることはありそう。ちょっと総力上げきっちゃおう。別に突破するわけじゃないんだけど。ってことは筋力がこれ足りなくなって敏捷が余るんで、そこを注意してやっていかないといけないということになる。ここは993とか。技術、総力バースト取ろう。ちょっと総力バースト取っちゃうと技術が足りなくなるから、まずはミート、ちょっとこれで一気にいっちゃって、でですね、足りてないんですよ、精神が。精神が足りてないんで、これは何、好きなのでいいよ。で精神をちょっとかき集めて2と106にする。ここはちょっと体力さすがにないんで回復をする。吉川さん、おにぎりプリーズくれ。うまい。俺も吉川さんの握った。あ、これ何がいい。いつもだとパワーヒッター取ってたけど、ちょっと本当にわからんな。じゅんさん、送球とか、あ、レーサービームか。あ、そりゃそうだよね。普
通に考えればそうだわ。135、麻生はまだ引っ張ってきてもちょっと無理なんで324出た。3個重なるともう300だからね。これ4個重なるとめちゃくちゃ軽減点入るんで、ちょっと盗塁も直取りして、走塁も直取りして、で軽減点。どう、正道魂欲しいんだけどな。この人間観察も体力回復できるんで美味しい。バランスはいい、特化はしてない。筋力、片岡監督筋力だからな。ここは沢村引っ張ってこれんのか。沢村はワンチャンがあるからね。まあでもちょっと回復しとくか。で1年生組が来たんで、まああとちょっと能力はパワーが足りてないで、敏捷は使った、ミートは大丈夫。いやダメだな、全然上げらんねえな。135 90 135、いやーここはいいな。こっちでもいいか、100 40 40、いやこっちの方がいいな。そう考えると浅田が引っ張ってこれるのか。浅田ってなんだ、まあいいや。怪我しに行くぞ。これねキャッチャー手に入るけど、あれキャッチャー取ったっけ、そういえば。そもそも取ってあるか。ここもでかいな。135の90の27とあれがプラスされてるから145。勇気、で28。勇気ってなんだっけ、パワーか。ここは麻生がいる。ちょっと麻生マジでそろそろ引っ張ってこないと無理だわ。今からで意味あるって言うけど、結局練習的にはここが一番いいからね。よし、そうそう、麻生ストリクバースト取ろう。これで麻生、お前が欲しい、お前に我が魂を捧げる。20個、ゲッ、体力減った、ひどい。1人か、精神だから、精神が足りてないんだよ俺には。ちょっとここは回復したいな。145145とかでかい、でかいけど死んでしまうよね。金もある1人。さて5月になったからちょっとそろそろ沢村を意識しつつ行きたいんだけど、バックアップ2倍持ってるから。でもやっぱりこういうのね、こういうのに惹かれるよね。でもこういうのが来た時に沢村がいると倍化するから、やっぱり沢村をちょっと引っ張ろう。沢村の経験点も悪くないし。で奥村、これどっちがいい、真似しとこう。プレス9回の角で、9回の角取っちゃって、ちょっと待って、9回の角取るより能力上げた方が良くないか。あ、ダメ、違う、守備はないから上げなくていいんだよ今のところはね。とりあえず肩上げとこう。 S までして、パワーも全然ねえな。
補給は補給骨がねうまくいけば手に入るんだけど手に入らない。精神量見てパワーか。サーモナのバックアップ経験点216、90、135。でかいのが欲しいんだよな。でかいのが欲しいんだけど重ねる必要があるからね。でかいのはここは古谷と麻生が来るか。まあいいや、バックアップ2倍があと1回しか使えないからちょっとマジででかいのに行く。で今度はまたちょっと沢村を引っ張ってくる意識をしないといけないんで、あ、ここは回復できる、ありがたい。沢村どこだ。沢村が練習に来てない。2人、浅田、倉持はいらないでしょ。あ、サムラいたわ、ここに。あー、でも精神取れんのか。ちょっとサムラだな。何回目いんの、まだか。意外に少ないな。135、145、100。サムラが精神だから精神と精神で重ならないと無理か。浅田がちょっと待って、そもそも体力がねえわ。6月、見守る、体力回復、精神もゲットで上げられるとしたら呼吸の方が多分上げやすいかな。S まではパワーどう。パワーはきついんだよね。 A まで上げられる。 A まで上げられないか。技術がやっぱり結構余ってるね。226か、やっちまうか。あ、やっちまうかってか沢村持ってきてねえんだ、そういえば。あ、ここも216だ。いやでもそしたらこっちだよね。瀬戸さんはなんだ。これそういやさ、総力100なんだけどこれって100まで持ってって大丈夫なの、そこが謎。ここか、ちょっと瀬戸さんを使おう。ミートに応じて筋力、いいねいいね。でそっから勇気を持ってくればいいんだ、完璧だ。で今足りてないのは精神、圧倒的に。よしよしよし、これで2とも1でパワーも上げよう。はい、 OK。 あと勇気を引っ張ってくればいいんでしょう。勇気ちゃんいないけどいた。ささやき戦術、うわ喧嘩、体力は減る。ちょメンタルやりたい。いやこれはちょっとやりたい。いや334だ。こういう時に沢村引っ張ってきてればよかった。ってかこういう時にそもそもみゆきをやっぱ取っとくべきなんだな。学びました、こういうでかい時に使う。そうだな、最低ラインを決めよう。300が来たらバックアップ2倍を使う、そういう方向にしておこう。今回ほんと死んじゃうんでちょっと沢村引っ張ってこれるしやろう。ああれやってねえ、聖堂魂。結構がばってるな。いやまだ練習だから。パクパクパク、うまい。限界に達したスイープ、B 賞それなりにあるからスイープも取っちゃっていいかな。沢村何か役立て、全く役立たねえ全然役立たねえぞ沢村。筋力2人引っ張ってくるか。技術はもうさすがにいらぬよな。沢村精神だからね、
それをかぶせるのが難しいのか。なるほど、わかりました。そして私は10年に一度の逸材です。226 90、90もいいな。精神浅田だが俺は臨床ポイントか。まあ、いいや、取ろう。自分のスイングをやれ。パワーヒッターなんだ。音ってあるよ。で、じゃあちょっとコツを潰しながら、イムシギン、ささやき精神使うからな。ちょっと取っとく。レーサービーム取ろう。全く役に立たないけど、重戦車安い。怪我しに来たもいいんじゃない。いや、精神使うのか。早急とかいいんじゃないですか。対左も直取りするのいいかもね。というのを考えつつ、226があるんだけど、沢村がいる。やっぱ沢村だな。今の俺の希望の光は沢村、お前だ。万歳。キャッチャーだ。みゆき、お前は試合に出ることなく3年の夏を終えるんだ。あとは俺に任せろ。で、試合経験点もね、高いからね、それもまたいい。18、サムラは使える。サムラ使えるけど、334来た。ここだ、敏捷ポイント。敏捷ポイントの全てを注ぎ込まなきゃいけないけど、ある？そんな敏捷ポイント。まず内野安打。他ちょ、高いやつ買っとこう。ラッキーボーイも取れないだな。あ、本塁制か。あ、速攻結構いいじゃん。あ、拡大いいね。あ、守備度いいね。だいぶ減らした。で、ここは行きましょう。サムラ142なら全然大丈夫だよね。668でかい。他の経験点も上乗せされてるし、そして何気にタックの経験点もそれなりだった。勝ったな。もういらないんだけど、8しかないもん。あとはまあ経験点見ながらだね。324。敏捷どうすりゃいいのよっていう。そう、こうなるから、結局こうなるから、なるべく盗塁とか走塁とかね、要はレベル3になってるやつ、どこで見れんだ。バックアップレベルが3になってるやつはさばききれなくなる可能性があるんで、それを見越してやっぱり取っておくというのが重要です。高速チャージ。で、そのために他の経験点も残しておかないとコツが取れないんで、今精神が足りてないから、精神使うやつはあんまり使いたくない。サイン察知は悪くない。そう考えると、じゃあ早急を2取って、これはやっぱり投手のコツも手を出す必要があるか。クイックとか。ラッキーボーイはな、精神使うからな、結局こうなるから。こうなって困るんで、クイックを取って、で、あと守備か。守備で意外にさばけるかもね。肩でも、ちょっと肩やろうとすると、まあさばける。守備上げて、で、技術が足りない。で、どれだっけ。あ、ここか。メンタルは悪くないね。やろう。なるみや、お前の夏も終わりじゃん。お待たせいたしました。打ったこれが強烈、いったー。打ちました、痛烈、いったー。打ちました、初球打ち。いいね、80入るからね。絶対敏捷もう足りねえよ。足りねえっていうか、さばききれねえよ。で、やることねえな。100 100 135。あ、精神100ある。216、135、これはでかい。
ピンショピンショマジどうしよう、どうにもできんわ。なんかある？だって投手だってもうクイック取っちゃったらなくないっていう話なんだよね。やっぱりちょいしたやつを対左だって70も使うんで技術が足んねえんだよ今度。だからフルヒッターが広角砲が外れるけど死のもの言ってられんっていう話になるかな。ハイボールヒッターとローボールヒッター、まあ、ローボールヒッターだな。ラッキーボーイを取るか。ラッキーボーイが一番使う。冷静もそれなりに使うけど、総合的な経験点を考えると、あ、ラッキーボーイの方が使ったわ。700、いやもう無理だわ。いくつ入るんだっけ。135か。からはもう使えなくなるんで、あとは結局高いやつがいいんだけど、高いやつがいいんだけどもう無理だなこれ。バックアップレベル技術あるけど技術がそんなにだな。経験点だけに走ってったかな。守備力上げても50でしょ。てか足りねえし、パワーも溢れそうだよな。これも一発逆転と接戦も取って、もうしょうがないか。臨床はしょうがない、臨床はしょうがないから技術がいいんだけどいないから、ここだな。これはもうもったいない。試合での経験点もこれ984、ここで溢れるか。お待たせいたしました。これはいい当たりだ。いったー、あーっと、いったーという場面で初球打った。ピッチャー今日来たー、いったー。ここでうわだいぶ溢れたな、だいぶ溢れた。100、いやーここいい、おいしいね。あふれるけど216、いや絶対こっちでしょ。いや筋力もあふれそうだなこれ。もういいや、知らん、どうにでもなれ。筋力はでもまだ上げられるからね、パワーを。910、ちょっと待って、これは待って、上げる、上げきる100までで、守備どこまでいける。技術をさばく。819、ここまでいったか。まあいいんじゃない。お待たせいたしました。打った、これは強烈、いったーって言えば打ちました。痛烈、いった、アウト。よし、これで溢れなくはなった。でまた技術手に入れたから、臨床は臨床じゃない、守備上げよう。ちょ見る、145だ、取れないんだって。もう130145、あここいいな。え、気力も上げらんねえじゃん。とりあえずだな、あ伸び、あダメだ、技術を使うんだ。技術を使わないやつ、牽制とかでもこれ結構よくね。考えよう。筋力だけがいいんだけど、あ速球対抗手、あ前回悪くねえな、速球対抗手も悪くねえな。投打躍動はちょっと技術使いすぎるからな。じゃここから守備力98、798だったら今回手に入るんだっけ。臨床は入るわ。まあいいや、ここ
やりくりが大変。敏捷。いやでも技術も手に入った。でここでいくつ ?842 は怖い。だから上げ切る。ででよ、怪我しにくさ、もう筋力は溢れないよね。どう考えても筋力は溢れないから、やっぱりじゃあこっちだな。打球反応と牽制取って300あれば大丈夫かな。空きが300空いてればどうだ。怪我しにくさ、フルヒッター取る、最悪。追い打ち25か、ここで28。じゃあちょっとここでも取っておくか。これでいきましょう。あれバー食ったっけ。結局1個残ったわ。打ちました、左中間への取りました、あーっと、いったー、きたー、いったー。153、まずここで153でしょ。20 170、1じゃない、200で、もう別にエピローグ経験点はね、あの彼女がいるわけじゃないんで、最後の聖堂魂だけ大丈夫だ、大丈夫、溢れることはない。1万9000か、2万は超えたかったけどね。バックアップの最後のレベルが上がるのがちょっと遅かったよね。まあ、結構ガバがあってこんな感じなんで、まあ、詰めればね全然もっと経験点は出せると思います。あと溢れさせないことね。やっぱりバックアップレベル3になるのはなるのでいいんだけど、溢れるんでそこをどううまく経験点を調整しつつ経験点の高いものを取っていくかという感じです。経験点めっちゃ余ってるけどいいや。はい、というところですね。経験点の画面で終わりにした方が良かったか。サクチャレだから、サクチャレ のお試しだから、という感じです。じゃあまあ明日からサクチャレが始まりますので、まあ、皆さん頑張っていきましょう。ということで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。